ーターにくるまっているとでも思ったかしら？ええ、少しだけ考えましたが、召喚の挨拶なので遠慮しておきました。わらわは最後のファラオ、クレオパトラ七世フィロパトル。そして控えなさいマスター。太陽より図が高くてよ。顔も平凡なら行動も退屈なマスターね。いいから楽しいことをしに行きましょう。主従を表す言葉？決まっているでしょ？神と人よ。人は神のために働き、神は人なくして輝けない。つまり、あなたは私の大切なものということです。ファラオだから従うのには慣れてはいないだろう、ですって？身も心も、あと他も、端緒なマスターね。むしろわらわほど、他の何かに従ったファラオはいないでしょうに。あれはカエサル様。カエサル様、よね。もう、何も信じられない。でもでも、どんなにふくよかでも素敵に見えるとかなんなのよ、あれ！あはは、ありえない！あれが、我がプトレマイオス朝エジプトの祖、イスカンダル様。荒々しすぎる殿方は趣味じゃないのだけれど。悔しい！問答無用で目がとろけてしまいそう。私も恥ぐらいは知っています。真のファラオの方々の前では、肩身が狭いのです。何をどう取り繕おうと、わらわがファラオを終わらせてしまったのは事実だもの。好きなものですって？美しいものに決まっているでしょ？メジェド神とか超素敵よ！ああ、カエサル様のことは言わないで。本気で死にたくなるわ。嫌いなもの？言わせたいの？そんなの、堂々と下世話な質問をする、目の前のマスターに決まっているわ。あなたを真剣に思っているものほど答えに困るから、次からは気をつけなさい。聖杯については、私も研究したわ。あれは、国を救うものではなく、人を救うものではなくて、当然、私のために使うのですよね。騒がしい。ナイルでも反乱したのかしら。訂正するわ。ナイルが反乱したら、こんなものじゃ済まされないわ。私を召喚し、契約した。それだけで、あなたの人生は完結したと言っても過言ではないでしょう。なので、あとは私の添え物として、私に使えなさい。具体的に言うと、後ろで荷物を持ちなさい！荷物持ちをしろとは言いましたが、本当に私を連れ回すなんて、驚きを禁じ得ません。ちょっと感謝です。ああ、いえ。わらわはこういうの慣れてますから、全然ときめいたりはしないのです。あ！気がつけば、一つのテーブルでお茶を共にしてくつろいでいる私。わらわはクレオパトラ。この肌に触れたいがため、わらわの顔を一目見たいがために命を捨てた者は数えきれないというのに。ああ、そう。そんなにまだまだわらわと仲良くなりたいの？それはどうしてもというのでしたら、仕方のないことですが、こちらにも心の準備が。決めました。あなたは被災かつ不運、これといって見どころのないマスターですが、努力だけはなかなかです。ですので、有能な私が秘書として常に健康を管理しなければいけないでしょう。では、これを読んでおきなさい。私が考えたあなたの今後の予定表です。誕生日？あなたの？どうでもいい情報ね。
1ミリも知る必要のない裏話ね。それで、プレゼントは何がいいのかしら？今も昔も、私こそが最新のモードと知りなさい。流行り物に弱いのではありません。今回は、レザーでポップなパンツが気に入っただけなのです。これ以上美しくなっても仕方ないのだけれど、鼻が高くて仕方がないのだけれど。何ですかその目は。あなたがあまりにもイメージが違うなどと言うから、本来の姿になってあげたのです。感想は今夜中に世界最高水準のセンスでまとめ上げて提出するように。ここまでの捧げ物を贈られたのは初めて。それも国のためではなく、私のためだけに贈るなんて。まあ、私の魅力がそれだけ素晴らしいということなのだけど。ひざまずきなさい。可愛がってあげるから。覚悟することね。加藤かつ低質な武男たち。難しいわね。いろいろしたいのね。不許可よ。よくてよ。来やすいわね。まあいいでしょう。私に、めかけになれというのね。お黙りなさい。論外でしてよ。パオ！慎んで見上げなさい。祖はエジプトの落葉、終焉を示す時の蛇。最後のファラオとして命じます。ウラエウス・アストランペ！
ですが、私のせいではありません。やるわね、あなた。気に入ったわ。私の家来になり。太るのよりはマシよ。太るのよりは。パピルスより脆い体ね。栄養はしっかり取りなさい。指が汚れたわ。どうせ潰すのなら果物がいいのだけど。成長の日、大変よろしいです。私の扱いを心得ているようですね。